とりあえず下を通って進んでるんだけど、このレーザートラップやばすぎませんか？体力も少ないし簡単に死んじゃいそうだよね。てか死んだらどこからやり直しなの？この博士のことだから最初からとかありえそうだよね。だっは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 。笑い事じゃねえからな。よしアベル、試しに体をぶつけてみてよ。いやなんで本当にぶつけてんだよこのド M 野郎が。違う違う違う。だけども、継続ダメージってことが判明しましたね。ちょっと触れただけでかなり削られたよ。てかこれ、入り口塞がれてるじゃん。何かを起動させなきゃ進めない仕組みっぽいね。あったあった、あのレバーを起動させたらいいんだよ。絶対にトラップに当たらない。ああ死にそうじゃねえか。ははは、次当たったら確実に死にますね。だがアベルという男はそんなミスはしないのである。わーい、次に進めるようになったよ。ほらアベル、ミスしないように進むんだよ。うわん、これ一回戻らなきゃダメみたいだよん。方向よし、風の方角よし、レッツラゴーだぜー。おいおいおい、もしかしてまた矢のところからやり直し？いや、多分矢はもう出ないと思う。まあ体力も回復できたしもういけるでしょ。なぜかフラグにしか聞こえない。あらヨットのヨットラッシュ。このようにダメージを受けることなく攻略が可能なのです。バニラでレーザートラップ作り出すとかさすがの科学施設だな。アベルも頑張ればできるんじゃない？いや、僕は回路系の知識皆無なんで無理ですね。ドヤ顔で言ってんじゃねえよ。さてさて、次はどんな仕掛けが用意されてるんだ。あ、アクアさんこんにちは。はいこんにちは。まだ終わってないからな。私には貴様を止める方法がまだ残っている。たとえそれで君が死ぬことになってもだ。なになになに？地面が抜けていってるよー。おいおい冗談きついぜおい。どうするの？この先に進めなくなっちゃったよ。あ、でもジャンプしたら届きそう？マジかよ。ここ移動するときマグマダイブのリスクを背負うのかよ。まあ、簡単に移動できちゃうんだけど。いちいち仕掛けが大掛かりなんだよ。それで、次は何をしたらいいの？パソコンルームに来たみたいだね。おい、どこに行くつもりだ？早く戻ってこい。おっと、焦ってる様子だけどどうしたのかな？ここに入ってほしくない理由がある。よしアベル、早くパソコンを調べてみよう。うへへ、ドクターアクアが調べた検索履歴でも見てやるか。お前の検索履歴を世界中の人たちへ発信してやる。おーん。あ、もしかしてカードがないと使えないやつ？そこら辺のセキュリティはしっかりしてあるのかよ。ってことは、この部屋は後回しってことですな。ということで横の部屋にお邪魔します。移動するだけなのにヒヤヒヤするわね。それで、この部屋のどこかにカードがあるんだよね。あ、入ってたわ。全然厳重に保管してねえな。それじゃアベル、マグマダイブしないように戻ってね。不利ですか？それでは、アクセスカードを入れちゃうぞい。あるえ？え、このカードじゃないの？あ、もしかして真ん中に入れるやつか。合ってましたわー。これでパソコンが起動。パソコンの内部に侵入したってことなの？なるほど、俺が回路をいじって操作したらいいのか。オッケーオッケー、完全に理解した。何も理解してなさそう？ああ、すべてのレッドストーンランプを光らせたらいいのかな。どうしたらいいんですか？適当にカチカチしてたらクリアするんですか？この男、回路系の知識マジでないからな。まあさすがにこれは私もわかんないな。ということで、適当にカチカチしていきたいと思います。ああ、これがこうだからこうなって、こうしたらいいってことだな。数分間適当に動かしたらできただけだからね。これで先に進めるようになったね。いやでも待ってくれ、これ戻るのめっちゃ難易度高くない？え、いやそっちじゃなく、いや言わなくていいか。アベルの圧力を舐めるん。熱いよ熱いよ、体が溶けるぐらい熱いよー。アベル、そっちじゃなくてカードがあった部屋が開いたんだよ。ということでね、先に進もうと思います。まるで何事もなかったかのようだ。貴様は私に害を及ぼすつもりはないのか？うん、いいね。つまり君はどこにも行くつもりはないということだろう。うむ、何を言ってんのかよくわかんなかった。俺の生きるがままに進めということだね。マジでアクアってやつが何考えてるのかわかんないよ。もう私たちのことを諦めたのかもね。あのドクターの性格でそれはなさそうだけどな。なんだこのぐちゃぐちゃな部屋。今は使われてない部屋っぽいわね。ピッケルで鉄柵は壊せるし、先に進んじゃいましょ。そうだね、特に何もなさそうだし。てか、ここってさっきのレーザートラップの上じゃん。ほんとだ、この葉っぱの上を伝って移動するのか。アベルのことだから2回ぐらい落ちそう。って言った瞬間に落ちてんじゃねえよ。ジャンプキーが押せなかったんだもん。じゅわじゅわじゅわー。うわー。こういうところはね、安全に進むことが大事なのですよ。安全に気を使えば落ちることなどないのです。数秒前のお前に言ってやりたい言葉だね。てか、時々聞こえる羊の声が気になる。この施設と何か関係してるのかしら。羊の実験をするぐらいならうちの羊を使ってくれ。確かに、喋る羊って珍しいからアクアも気に入りそうだね。
で、この先の鉄柵を壊せば次に進めると、この主人公はどうやって脱出するつもりなのだろうか。さすがに潜水艦とか置いてあるんじゃない？でも、アクアとアベルしか生き残ってないなら協力した方が良くない？いや協力したら僕実験体にされるんですよ。もう、なんだよ。どうして君は諦めないんだ？君は今、1万フィートの海面下にいることに気づいていないのかい？ここからは絶対に逃げられないよ。こいつもしつこいわね。あんたの仕掛けたトラップは散々突破されてるっていうのに。まあまあ、遊びに付き合ってあげようじゃないか。で、これ明らかに部屋の壁紙おかしくない？裏に何かが。隠されてるよね。散々こういう仕掛けは体験してきちまったからね。最大サイズの壁紙を見るだけで疑うようになってしまったよ。マイクラ実況者あるあるだね。それで、このボート丸石でレバーを作るわけね。でもさ、実際こんな状況に陥ったらどうする？逃げ出す気とか起きなくない？まあ、確かに何も考えられないだろうけど、じっとしたまま実験されるってのも嫌だからな。どうせなら逃げ出してやろうと、そして世界での生き残りを探す旅に出るわけだ。壮大なストーリーが始まりそうだ。うわ、またレーザートラップがあるよ。あへぇ。チェスト開いたら謎の音が鳴り響くんですけど。なんだろ、この音が何か関係してるのか。音の鳴る回数は5回で、それぞれ響き方が違う。タカタカターン、ドレミファソ？いや違うだろ。この入ってたブロックもどうしたらいいかわかんないし。あ、このブロックはここに並べるっぽいね。そしてリセットを押すとブロックは再びチェストに戻る。なるほど、このブロックの並べる順番じゃない？その順番に叩いた時のブロックの音が鳴り響いてるんだよ。つまり、この音の順番通りに並べたらいいのか。いやわかんなくね。三つ目以降の音は響いてるから、粘土と土ではないだろうね。ほへぇ？さすが絶対音感の持ち主やで。持ってないよ。四つ目の音は響いてないから骨ブロックだと予想。三つ目は一番響いてるんだよね。多分三つ目は金ブロックだと思う。それじゃあ挑戦してみますか。マジかよ、この並びじゃないの？完全にこれだと思ったのに、粘土と土が逆だったりとかしない？ふむ、確かにその可能性はありそうだね。粘土と土を逆にしてみまして。おーん。三つ目以降が間違ってるってことか。他に変えるとしたら金と氷ぐらいしかないよね。んじゃ、金と氷を逆に変えてみましょうか。あ、できたわ。おお、これで正解だったんだ。面白いギミック盛りだくさんじゃないこの施設。わかる、まるで別ゲーを遊んでるかのような感覚。動く足場とかマリオぶりに体験するぞ。いや割といろんなゲームであるよ。レーザーに再起をつけたら大丈夫そうだね。それでは、旅立ちたいと思います。華麗にレーザートラップを避けていく。なに？多分あんたの足やばいことになってるよ。やめて、この動画はグロのない健全な動画なの。あふん？なぜ貴様は私の言うことが聞けないんだ。なぜ貴様は自分の過ちを反省できないんだ。貴様は私が今まで経験した中で最悪の被験者だ。今までってことは、いろんな人を実験に使ってきたのか。アベルだけでよかったのに。アテネさん、なんだこの段差、降りたら戻れなくないか？マグマランチャレンジを始めよう。なに？どういうこと？待って待って、天井からマグマが流れてきてるよ。マグマで部屋が埋まる前に逃げろってことですね。わかりました。だがしかし、アベルさんはこういうアスレチックに慣れているのだよ。さすがアベル、今までにアスレマップをやってきた甲斐があったわ。うわぁ、なんかとっても体がホットな気。こいつなんなの？まあまあまあ、一度のミスなど目をつむってもらいたいものですね。でかい上にこばはぁー。あぁ？なんだと、あのチャレンジを突破することができたのか。もういい、私は貴様とのバカみたいなゲームにうんざりしてるんだよ。警告、室内温度が限界に近づいています。貴様がこの部屋から脱出するのに30秒はかかるだろう。お前の体はこの高温に耐えられなくなる。貴様がここから脱出する方法を見つけられるか見ているよ。やべえ、部屋が暑すぎてめまいがしてきた。視界が歪む。頑張るのよアベル、脱出する方法がきっとあるはずだから。でもこれは私も酔いそう。吐いちゃう前に急いで脱出するんじゃー。すまんな、そう簡単には脱出させないよ。嘘でしょ？もしかしてこれで武器反対側だったのか。いやでも、ここのレバーを引けば扉がふざけんなよ、ランプの明かりがつくだけじゃねえか。アベル、もう時間が残ってないよ。諦めろ、もう手遅れなんだからな。体が、熱い。あげ、まあ、振り返って反対に進めば大丈夫そうだね。てか画面酔いしそうだから早く脱出して。了解しやした。なぜかはわからないけど体がポカポカするよー。お前絶対マグマダイブしたいからこのマップ選んだだろ。